ワンピースグランドバトル2ワッホー、ヤッホー。さあ皆さん、グランドバトルのお時間がやってきました。これね、この間も動画出しましたけども、めちゃくちゃ懐かしくて、実家に帰った時に引っ張り出してきて今やってるんですけど、やっとですね、エースが出すことができましたんで、これちょっとエースを使ってねやっていきましょう。これグランドバトルってどういうゲームかっていうと、格ゲーですね、ワンピースの。さあやっていきましょう。よっしゃ、バトル2。エースなんかあんまさ遠距離攻撃ねえんだわ。なんかさ下斜め、こういうのしかなくてさ、なんかあんま強くねえんだよな。来ないでこれはちょっと強いけどね、このなんか上斜めと下斜めみたいな技は強いけどね。ちょっと来ないでって言ってるでしょうか、言ってるでしょうか。出た、神業だ。あ、いや、やばい、あ、うわ、危ない。うわ、うまい。いや、こう、うまい、うますぎる。そのね、一応ね、CPU はね、難しいでね、やってるんでね。おい、はい、遅い。はい、遅い。あ、すっぱりで、あ、これは自分で取る。オッケー。はい、危険当てまーす。はい、分からせまーす。あ、これはちょっと取りまーす。これ取りません。これをここに置きまして、で、これピッピッってやって、あ、やべい、やめて、来ないで。あー、なんで、おい、強すぎるだろ。そのかわし方ずるいだろ、そのかわし方ずるいだろ。はい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 、あー、うっそー、これもうちょっと、もうちょっと頑張ってくださいよ。ここ、ここ、ここ、よーし、うますぎる。これが、これが最強戦術ですよ。なんかね、アイテムを置いて、でそれがなんかダッシュ攻撃でつつくと相手にぶつかって、それでなんか相手がね、動けなくなるんですよね。そう、お前では勝てない。そしてフォローのクオリティが相変わらず高い。非常に。来ないで、来ないで、やめて、やめて、やめて、危ない、うい。自分で食らってたら世話ないですね。さて、さ、環境トップ戦術を使いまして、さ、これ降りてきて、これ降りてきて、はい、こうして、こう、いや、当たらない、早いか、あいつ。なるほどな、そういう、そういうことね、そういうことをしちゃう感じね。で、こうして、やめてください、こうして、で、こうよ、はい。はーい、さあ最強のクオリティのこの炎を見てください皆さん。いきますよ、キュン、やべえ、まるで本物の炎だ。お前じゃ勝てねえ。よっしゃ、このゲームやっぱめちゃめちゃおもれえな。ワポル、なんかちょっと強い、ちょっと強いんですよね、ワポルって。ワポルってちょっと強いんですよ。まあちょっとね、はめ技、まあしっかりとその攻撃を当てていきたい。しっかりと、ちょっとガードでちょっとおびき寄せまして、ガードでおびき寄せまして、これ攻撃していくっていうね、こういうスタイル。はい、うまい。これでガードでおびき寄せまして、ガードしてるから来るから、でこういって、はいはいってやって、バーンってやるっていうパターンね。これで勝てるやつね。でガードでおびき出して、でこう、ポッピッピッポーン、ペッペッペッポーン。はい、弱い、はい、弱いですね、弱いですね、はいはい、やべやべやべ、危ない、やめろ、うー、危ねえ、危ねえ、緊迫感が増すぜ、その攻撃をされると。でこれゲットするぜ、俺様が、やりやめて、危ねえ、やり、危ねえ、やべえ、危ねえ、ゆれ、全然弱えじゃねえかこいつ。あ、楽しく行こうぜ。なんだこのクソザコキャラクター。一番弱えぞお前、今んところ戦った中で一番弱えぞ。さて、お次はですね、私がですね、現役時代ってやんかすごいな、現役時代使いまくっていた黒っていう最強キャラクターをね、使っていきたいと思います。
このクロっていうキャラクターめちゃめちゃ強いんですよ。爆発性めちゃくちゃ強いというか、めちゃくちゃ速いんですよ。こいつの速度マジで目に見えません。本当に。ここ原作再現ですね。やっていきましょう。さあ、うんこジャケットが環境トップだっていうことを分からしてやるぜ。これティアーゼロ。まあ、プルガトリオみたいな感じ。どっちかっていうと、これゲットして。それいらないね。それもいらないね。痛いね。これゲットするね。オッケー。それもいらないね。めちゃくちゃのもの投げてくるやん、こいつ。外役じゃない？外役なのはリュウさんだけでいいよ。おい、これが強すぎて、この攻撃速すぎてマジで強いですよ。これで、このヒャーっていう攻撃が強すぎてマジで。ここゲットして、で、速くなって、さらに速くブイッってやって、ボイッ、ダメ、ブワーッ、あ、届かないか。シャッ、やばい、ちょっと待って、待って、間合いが分かってない、俺。シャッ、シャッ、シャッ、いきますよ皆さん。目にも止まらない最強の技を見せます。今から最強技です。これがいきますよ。来いや、空気読め、シャッ、これです。見ましたか今この速さですよ。今のこの速さでシャクシっていう最強の技が出せるんですよ。死ねえ。ちなみにこれ小学生向けのゲームなのにめちゃくちゃはっきりと死ねえっていうのはどうなの。令和だったら絶対発売禁止。さてお次はルフィさんだ。ぶち殺してくれよ。俺様のスピードについてこれるやつはいない。リズムに乗るぜ。リズムに乗るぜって懐かしいな。リズムに乗るぜってやついたよな、テニスの王子様に。なんだっけ、なんか不動峰学園みたいなところのなんかすげえ速いやつ。やべやべやべ、急にやめろよ。俺こっち何も回復しないんだぞ。沸かせまーす。はい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 、はい、来ないでください。この技強すぎだろ、速すぎるんだよな、このシャクシが出る速度が。死ぬ、ジャギーン。クソザコが。さてさて、これをこうして、はい、ぶあ、はい、計算通り、狙い通り、はいはい。狙い通りよ、もちろん、もちろん狙い通り。はい、ここに置いて、でこれプッペッペッて、やめてください、危ない、ドゥイ、危ないですねルフィさん。そんな、なんか、あ、ちょっとそれやめてください、お願いします、やめてくださいって言ってるじゃないですか。あ、やめてください、強っ。さあ切れた、切れました。ブンからのジャンゴ、はい、ジャンゴ食らってください、ジャンゴ食らえや、いや痛い、攻撃力上がってるやまずい、やばい、食らえボケが、クソザコが、俺様の前にそんなの呪い攻撃は効かんのだよルフィ君。さあちょっとラストにしようかな、キャラクター使っていくのは。そうですね、誰にしましょうかね。クロコダイルいきます。クロコダイルさん使いましょうか。こいつね、めちゃめちゃ強いんですよ。あのね、何が強いかっていうと、クロコダイルなんか斜め上攻撃みたいなのがあって、まあ、ちょっとまあいいや、やるやるやるか。そう、このクロコダイルがね、何が強いかっていうと、なんかその上斜め丸みたいな攻撃があって、それがめっちゃ強いんだよね。はい、これマジ見てください、こんだけ食らいます、こんだけ食らいます、こうただの攻撃を続けていくだけでこんだけ食らいっていう、やばすぎる。やばい、はい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 、やばくないですかこいつの攻撃力。まあ、デュエルリンクスでいうところの完全プルガトリオみたいな感じですね、基本的には。やめてくださいよ、それやめてくださいよ。下のね、こういう、あ、これか、オッケーオッケー。ちょっと一回必殺技ためようか、必殺技ためて一思いに、あ、消しちゃった、これいつも消しちゃうんだよな、これなんか難しいんだよな、なんか途中で止めんの。はい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 、強すぎ、はい強すぎ、はい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 、瀕死です、
はい、瀕死でーす。はい、行きましょう。はい。覚悟決まった？強すぎませんこのキャラクター。あとこのね、確かね、必殺技なんかすげえ長いのよ。なんかすげえ長くて、これあの相手に使われてめっちゃいつも切れてた記憶あるわ。長えのこれ。大して強くないのにダメージめっちゃ長えのよ、ムービーが。フェビンね、ほぼノーダメージと言っていいでしょう。ウィナー強すぎ、強すぎ。確実に禁止化されますねこれはね。バギー船長来ました。このバギー、このね、バギー船長と戦う時のそのステージが、ここなんだけど、ここはね分からせるんだよね。結構見せていく、あの最強技見せっから。で最強技、まあ向こう相手が向こう行くじゃん。でこうするんですよ。あ、やっぱちょっと向こう行ってくださいよ。でここ呼び寄せるんですよ。何呼び寄せるんですよ。でポン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 、これ見た、今の見ました。やばすぎませんこれ。これ呼び寄せてポン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 、これこれが強すぎてさ、マジでめちゃめちゃ強くて、この技がこれ俺たちのいや、なんだろうな、身内の中ではこの技は禁止と言われていました。これやるの禁止と言われていました。やめてください。どうやって倒そうかな、もうなんかどうやって倒そうかなってもう考える余裕すらあるもんね。はいはいはい、バルーン消しちゃった。俺のは早いんだよバーカ。強すぎる、この技懐かしすぎる。消えろって言いますよ最後。見せてください、言いますよ。急に現れてかっけー、かっこよ、かっこよすぎ問題。クロコダイ、まあでも俺キャラクターで言ったらクロコダイルだよな、どっちかっていうと外役だし。さあスモーカーさん、クロコダイルさんがどんだけ強いか分からして差し上げますよ。この技強すぎ、ワロタ、この技強すぎ、ワロタ。くんな、くんな、くやべ、くやべ、痛い痛い痛い、くっくっちゅっふんふんふん、しゅっふん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 、強すぎる、痛い痛い痛い、ぐわうるさい、強すぎるなこの技。あ、それこれゲットしたいな、やめてください。ああやられた、やられた、やられた、やめてください。スモーカーさん、スモーカーさん、スモーカーさん、ありがとうございました、ありがとうございました。対戦ありがとうございました。危ない危ないです、やめてください、落ち着いてください、落ち着いてください。最後はでもやっぱりデザートジラソウルで終わらせたいみたいなところはある。やっぱりロマンチストとしてはデザートジラソウル的な何かで終わらせたいみたいなところはある。それは俺がゲットする、これはゲットして、しっかりとゲットして、オッケー。で、あいつ雷に撃たれるから、撃たれないから、やめてください、いや消さないでください。あ、それ厳しいですね。あ、ありがとうございます、それは厳しいですね。ちょっとあのアイテム出てもらっていいですか、アイテム出てもらっていいですか。よし、いやちょっとアイテム全然出ませんね。はい、オッケー、来ました、来ました、私のずっと俺のターン来ました。ここですね、ここですね、はい、うまいですね、これはうまいですね。これね、射程上まであるのね、スモーカーさん、僕言ってませんでしたっけ、これ上まで届いちゃうんですよ。倒せ、消えろ。強いよこの技、どんだけ強いこのキャラクター、負ける気がしねえ。